赤いクブラの宮城版東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今日は東大阪市役所21階の議会会場フロアですね。ここから皆さんに初めてこの東大阪市役所から臨む東大阪の 北方面ですね今映っているのが今日は雨でちょっと霞んでいますがあのピカピカ光っているあそこの右側にドームがあるんですがここはスケートリンクあの有名な大阪のスケートリング花博のあった東側のこれがね中央環状線の 今、高速道路、ね、左側の通っていますね、これが近畿自動車道、これを北に行くと、吹田の東、ね、名名信高速道路と、ちょうど今日はかす、ね、んで見えませんが、え京阪ばばえ、京阪道路が、第2京阪ですね、があるわけなんですね、そして京都へ行く高速道路。ねそして これから、ね、発表されている大阪モノレール工事が今始まっているんですが、門真市大阪市の門真市まで、大阪の門真市まで、ね、現在、あの大阪空港、ね、からモノレールが来ているわけなんですね、ぐるっと回ってそして空港から、えー、豊中、吹田、 茨城を通って摂津からそしてこの森口を通って門真市まで来ているんですがこれが南進つまりずっと南へ北から南へこの高速道路沿いにね建設されてそして八尾の旧法寺までゆくゆくは関西空港、ね、ぐるっと大阪のそのモノレールが関西空港へ行く計画は これから30年40年かかるでしょうが、ね、それが計画されているそしてこの東大阪市の、ね、役所から、ね、この下にマンションありますねこの今見えている真下がこれが大阪府の図書館なんですねこの図書館の向こうの白いマンションの後ろをその間この間をあの 高速道路からモノレールをこちらへ引き込んでくるわけなんですねそしてこのマンションの裏から入ってきてさあここに大変な大きな空き地がありますねここが大阪府の持っている土地ここにねイオンとかあの大型スーパーがあったわけです最初は確かトイザラスとかいうねあのフランスかどこかの おもちゃ屋さんが入っていたんですが、それが、ね、撤退して、そしてイオンモールになったわけなんですね、そしてそれもすべて昨年解体されて、ここに駅、東大阪市駅ができるということで、このマンションの裏か、裏かを、ね、引き込んで、そしてここに駅を作る、ね、きれいに整地されていますね。 さあそしてこれがぐるーっとこの中を取り巻いて、ね、八尾の方まで行くわけなんですがこの金額モノレールを作るになぜねこのようなややこしいところにね駅を作るようになったのか普通ねまっすぐ来たら、ね、この通りり、ね、なんですが下からずっと南進してきてそこに。 ちょうどね、ね中央大通りのジャンンクションがあるんです、ね、阪神高速と近畿自動車の高速のジャンクション荒本ジャンクションといってねここをくるっと回るんですがで、ここのね、ところのまっすぐ行ったところにね農協があって空き地が市が作ってある空き地があったのにここを農協とかね、もの物づくりの 事務所とかを作ってねそこを作ったためにこのようにして金が余分にかかるこちらの方に引き込んでこなければならないような政治家のやることはいかにして市民国民の税金をたくさん使って私利私欲に走る議員がおったらそれをね曲がりなにもね市民のために国民のためにと言いながら金のかかる方へかかる方へ。 ね、設計を変えていくこれが今の我が日本国そして市町村にまでこのようなね近建政治の格たるものがこのようなところに隠されている、ね、そして今からねこの東大阪21回なんですねこの21回から皆さんにお届けしますがこの21回のね フロアをちょっとね、これを皆さんに、どのようなフロアかというのをね、最初、歴代の、ね、議会議長、ね、これの、ここがね、東大阪の立派な、ね、議会場の入り口なんですね、この入り口からね、皆さん、傍聴席80名、80席ぐらいあるわけなんですね。 議会が開催されるのはこの下、20階、ここにはね、たくさんの議員の控え室もあるわけなんですね。この自由民主党、公明党、与党といわれるね、大阪維新の会社、ね、そのような議員の会派の控え室は20階にあるんですね。そこを自分の部屋を出たら、ね、議場に入れるように。つまりここは、ね、2階席 よくあの野球など見に行ったら二階席というのがありますね。なかなかね、下からね、議員や市長、さらには職員をね、出席している職員をね、見下ろすというような形でね、作られている、立派なもんだんですよね。さあ、傍聴席、そしてさまざまな、どこでも規制書か,かれているようにね、このようにして、傍聴人、固定席が86席。 車椅子席が6席となっていますから、えー、92席ですね、が設定されている。ね、さあ、ここにね、ちょっと、歴代のね、東大阪市の議長、ね、が、ここからスタートしているわけなんですね。歴代の議長、ね、と言いますのは、この東大阪市というのは、昭和42年に、 河内氏平岡不正市、河内市、平岡市、三市合併して、今の東大阪市と誕生したわけなんですね。そして、この歴代の議長、ね、最初、ね、議会初代議長とされている、ね、赤田富代さんでしょうかね。富代氏になってますね。そして二代目が津田実氏 そして藤本、ね、天野、ね、この天野さんというのは息子さんが、ねえー、前の時まで、えー、4年前ですねまで議長されていたことがあるわけなんですねこの人の息子さんの、えー、写真もここへ業を追っていったらね歴代の議長として大ここにね書かれられているのは今現職の議員もおりますが現職の議員はね あれなんですね。あの、ここには計上されません。もう、議員を、ね、退職、引退された人だけしか、ここにはね、計上されていない。そして、このようにして、ね、次から次へと、代々に、ね、十二代、十三代と十四代という二期ですね。二期続けて津田幹事という方は、ね、人は十とやられた。そしてこ15、ね、この十五代、この十五代の。 清水幸男氏は、市長にまでね、上り詰めて、そして市長の時に、全国に報道されたおもろい発言した、大阪府警本部を去る発言で失脚した、ね、ところが、この人は、ね、それ以上にね、この功績を残した人なんですね。と言いますのは、今の市長と違って、役職が欲しかったら東大阪に住め。 と言われた市長なんです、ね、この清水幸男というね、人は。ね、そのために、一瞬にしてね、2万5千人の東大阪市の住民が増えて、ね、あっという間にね、52万5千五十53万人の人口を増えたわけなんですね。2万5千人から3万円増やした。そうしたらどうでしょうか。現在、この東大阪市役所内、この建物の中にはね、3300人の 職員が常時出勤してきているわけなんですね。ところが、その3300人のうち、1 5三十人あ、15人、百ね十五人は150人ですか、150人は、この積んでいない、ね、ここに住んでいない、つまり1650人はこの東大阪に住んでいない。つまり通勤して 奈良や大阪市内や違う市からここへ通ってくる、さあ、この清水市が、役職が欲しかったら、東大阪に住めと言った途端に、交通費やさまざまなことだけで、7億円の減額になったわけなんです、増税ですね、逆に言ったら。した本当にね、あの猿発言がなかったらね、本当の東大阪市出身でね、ええー、ね、行政をされたんじゃないかなと思うんですね。 さあこのようにしてこの、ね、次は十六、えー、代目十八代目十七、ね、代目が見当たりませんね19代そして20代えこの田中善三さんこの人のね身内は、えー、深井議員の田中議事という下あの人の兄弟ですからいとこではないでしょうかね。 そのような、つまり政治家一家ですね、そしてこの東口さん、石井さん、大西さん、この狩野富士夫というこの、ね、次長は、私が東大阪に来てから不正ですね、当時不正、ね、私がしたその町内会の出身の,あの議員だったんですね、そして26代、えー、この人もそうですね。えー これも地元のほとんどね、今までこれ、全部の議長、議員ですね、議長が、東京とかに東電住んだ人が、このようにして議会でね、さまざまなね、活動されてこられた。そしてこれがそうなんですね、この、要するに、この歴代の議長、藤本、この藤本拓司さんはね、本当に あの6年、7年前ですかね、例の偽チラシ、ね、あの市政の、市政代理の広報と同じようなものを作って、つまり政治新規制法で徹底的に追及されてね、これ、責任を感じてね、ね自分から実施された、ね、人なんですね。 そ政治心が強かった、悪いことをしたというね、そういう観念があったんでしょうね。本当にそのような、ね、死のことを思った人が,、ねみんながやれ、みんなでやれば怖くないというような形で、あの政務調査費ねその政務調査費の東大阪の住民主党経緯がやったその不正を暴いたのが、私なんですね。あの兵庫県会議員の、のあ,のあれ、あれ面白い。 野々村でしたかねあの人物は本当にね、全国にこの政務調査費の不正を暴いた、今であればね、おそらく私はね、あの人物にね、感謝状でも送りたい皆さんね、全国であの面白い、吉本新喜劇より面白いねい、あのような記者会見をやったために、全国でこの、えー、政務調査費の、 ネコババ横領が発覚したわけなんですね。そして次にね、これ、NA33 代、35代、この35代、これは公明党議員なんですが、ね、もう引退されているんですが、先ほど言いました、あの清水市長の時に、これ、議長されていたわけなんですね。そして、ね、あの清水市長がね、 厚生年金詐欺罪か、美罪でね、起訴されて失脚されたときに、当時、この人が公明党で議長されていたわけなのに、ところがこの人も、支援者に健康保険のね口利きでそれを行ったということで、責任を取って、これで議員退職されたし、辞められたわけなんですね、そしてこの野田義和、さあ出てきました、ね。 今の顔と全然違いますに、ね、三十七代、四十五代次長、野田義和としておりますに、ね、この野田義和、現在の市長ですね、そして四期、平成十九年ですから、四期、十六年になるんですね、今年で。ね、私が日頃から常に追求している男、現在の野田市長、ね、 今回私がね、今ね、チラシを作っているんですが、これを東大阪中に、この野田市長がどのような箱物建設を行ってきたか、すべて3日ほど前に写真を撮影していますから、それを一個一個、ね、すべて精査して、公文書を持っている、それをもとにね、市民の皆さんに公表しようと思っているわけなんですね。さあ、それに、このね、本当に東大阪には歴代の議長、 そしてこの富山勝成、ね、体系でラグビーをやっていたというね、本当に、ね、活発な前向きな議員だったんですが、ね、息子が不祥事したという政治心のあまりにね、不快議員をね、もう一気で辞めた、ね、そして次に出るといったところが、もう議員というものはバッジを一度つけたらただの人ですに、本当に正義心のあった議員だったんですが。 ね、家族がそういうことをしたということを責任とって、そしてもう、あの次の不快議員には出れなかった、今、不快議員の真っ最中ですね、選挙の。ね、そしてその隣、ね、この横山さん、ね、この人も本当のカミソリの横山と言われたぐらいに、職員が恐れた、市長が恐れた、ね、頭の切れる、そして質問、ね、議会委員会での質問、必ず。 質問したら議会が止まると言われた恐れ、恐れられた人だったんですが、この人も政務調査への件で、ね、潔く身を引かれた、そしてこの隣、ね、平田聖堂、この人が議長の時に、例の,あの偽チラシ政務調査員の不正手法が発覚したわけなんですね。これはね、大変面白いことがその時起こったわけなんですね。 この議長の部屋は19階にあるわけなんですね。議会事務局というのがあって、そのね、正面から左の奥にね、議長室、そして手前が副議長室があるんですが、この時にね、すべてのテレビクルーが、この東大阪に私がね、あいたチラシ、どこでね、それがチラシを手に入れたかというと、幻のチラシだったわけなんですね。そのチラシは今までなかったのに、 ね、それを拡作して、このチラシを当時の自由民主党の議員、幹事長が作ったわけなんですね、その作った一枚の,あの偽チラシがどこに提出されたかというと、東大阪市の今12階なんですが、この監査室あ、14階ですかね、監査室に出されていたということを、正義ある職員が私に教えてくれたわけなんですね。 さあその時に、私がそれを教えてくれたので、すぐに観察に行って、ここに住民使党がまいたと言われるチラシが提出されているであろうと言ったら、すぐ出してくれたわけなんですね。そしてこれを1枚もらえないかといったところが、1枚しかないんですよと言ったので、ならばちょっとコピーするのを貸してもらえないかと言ったところを快く貸してもらえたわけなんですね。 そして私はそれを借りて、先ほどお見せしました、ここのね、今、解体されてありませんが、イオンモール2階にね、コピー機があったので、ここへ走っていって、そしてね、このコピーをね、して、そして帰っ,た帰って、どこで私はね、その頃マスコミがたくさん来ていましたので、そのマスコミにチラシがあったという、みんな探していたんですよ、自由民主党が巻いたというね。 20万枚、30万枚まいたと言ってね,ね、これ、お金、政務調査費をね、そのような虚偽の領収書でね、作っていた。さあ、どこでそれがマスコミが知ったかというと、私がね、よく利用するここなんですね。このフロアなんですよ。一回見ましょうかね。これ、先ほどのね、議会議場の入り口ですね。そしてここ、ね、私がここで、ね、 並べて、そうした場合に、テレビクルーが飛んできたわけなんですね。そして、ここで、そのチラシを、ね、撮影して、そして、その撮影したテレビクルーは、各駅、不正駅とか、小坂駅に飛んでいったわけなんですね。当然、コピーを渡してますから、その、このチラシを見たことがありますか、見たことがありますかというね、自由民主党が作ったと言われる、そのチラシですね。それを、ね、広報して、 一生懸命マスコミが探したんですが、出てきませんでした、つまり見たことがない、見,見たことがないと言って、ここからね、なったときに、当然、このね、公明党の当時の議,議長であったこの人は、ね、テレビクルーに囲まれていたわけなんですね。そして、それが終わって、自分の部屋に入ろうとしてね、 行った時私はちょうど議会事務局のカウンターに座っていたわけなんですね、そうしたときにね、この当時の平田正造議長が、ね、この議長室に入るときに、私がね、公明党は、ね、600万の政務調査費の不正受給があったと報道されているわ。 議長辞めね、やめて、やめたらどうだと発言したんですね。その音声がテレビ局のニュース番組として、ね、声だけが。ところがね、スッとね、議長室に入ったらよかったんですが、入らずに、私の方向いて、わし辞めへんでというターンが、テレビでニュースとして、それが報道されたわけなんですね。しかし、その後に、本当に公明党はないと言っていたのが、 あれは六百万ぐらいでしたかね。同じように。ところは住民主党はね、何千万です。五千万ぐらいだったんじゃないですかね。返金となったわけなんですね。そして全てのほとんど、それをね、していなかったのは、さすがにね、共産党。これはね、政務調査費を正確に、ね、やっていたみたいだったんですね。そのして、大々的に全国にそういう状況が発生した。 今からね、7年、8年前ですね。早いもんですね。この8年、もうちょっと前か、9年になるんか。維新の会が出てきて、維新の会誕生してから2期目、8年ですが、今年で8年ですから、その前ですね。政務調査員。あっという間ですね。10年ぐらいは。そして、ここまでが、このね、ここまでが最終的な天野鷹夫さんですね。先ほど言いましたね。 お父さんも議長されて、そして五十二代、この議長も、もうこれを議長最後にね、定年されました。引退されたんですね。さあ、ここから副議長の経載があるんですが、ね、ここもみんな辞められた人、ね、お辞めになった人、これ、ね、この人、ね、この、ね、河野さん、この人は私と同い年でね、 本当にね、勉強家なんですよね。どのような人かと言ったら、必ず、ね、議会がないときも、ね、自分の控え室に来て、前にね、長次地方自治法を置いて、そして勉強家で、次にいろんなね、形の議会があるまでにね、自分で質問することすべて、ね、条例に則っ,った、 議会を求められた人なんです、ね、これもね、正義心の強い人で、必ずね、議会では、確信をついた質問されていた人、本当にね、私と同じですから、同じ年、22年生まれだったんですね、そして、今回の4年前にね、引退された、こういう人こそがね、本当にこの議,会議場議会に残っていて欲しかったわけなんですね。そういうい流れを持って そして次ね、今からこの21階の東側をちょっと生駒を望んでみましょうかね。生駒の方を覗いてみましょう。ここから見えるんですね。ここから生駒、ね、出てきましたね。これ生駒、この右に見えます道路、これが阪神高速で奈良県、 ね、奈良県まで行っているわけなんですね。あの、生駒のトンネル。そして、この、下を、えー、近鉄、ね、電車。この高速の電車。